はい、どうも、ロギです。本日はスプラマニューバーを使って戦っていきたいと思います。つけるギアは、サブ効率を 3.9 つけました。なので、9番ボム。俺今、牛番ボムと言おうとした。牛丼が食べたすぎて牛番ボムと言おうとした。全く関係ないのですが、たくさん投げるためにサブ効率をつけました。いっぱい投げていきたいと思います。はい、マッチングしました。チョウザメゾウ戦です。よろしくお願いします。ちょっとね、今日はね、矢倉でやりたかったんですけど、ま、エリアでもいいや。エリアの、そのカウントを止められる9番ボム、2個投げできればね、2個同時に投げることができるんですよ。ま、これスプラ2からなんですけど、あれ3できるよ、俺まだ試してないけど、多分ね、多分大丈夫。ほら。なんか来てるの。うれ、なあ、当たんないの？あ、俺でも倒したよ。おぶ、おぶ、おぶ。みんな大丈夫か？見えるね。はい、オッケー。で、9番を2個投げ。これエリア止めれるからね。絶対止めれるからね。耳を取ったわ。くれくれくれ。全然当たんない。俺、カニ下手だな。ただ、スペシャルカニってのはいいこと。オッケー、倒した。ちゃうか、これ。やりに行きたいけど、下がってたね。ボム投げとこう。この裏にボム投げとくことが強い。よし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 、なんか入ってる、なんか入ってる。よし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 。下がってったね、これ。9番ボムは、時間稼ぎでも使えるかもしれんな。ぬれ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 。ナイスリード。いるね。どうしよっか。敵全然来ないや。暴れない。残念残念。ちょっとね。くそ。くそ、やれないか。チャージャー怖っ。チャージャー怖っ怖っ。ちょっとでもこれ、相手、エリアに近づけさせなればよくない？これ、気分投げとけばよくない？来たくなくなるでしょう。何秒か稼げるぞ。はいはい、ナイス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 。はい、近づいてこないじゃん。はい、こっち来た。あ、そう、やれる、ナイス。最後、吸いに来たよ。インクを塗りに来たんじゃなくて、インクを吸いに来ました。相手。ありがとうございました。いいね。なんか、エリア、楽しいかもしれんな。はい、よろしくお願いします。チョウザメゾウ戦です。よろしくお願いします。ちょこっとだけお腹が空いたので、肉まんを食べたんですけど、肉まんって、やっぱ、味違いますね。他の、コンビニによって味が変わりますね。俺が好きなのはセブンイレブンです。うん。やっぱ、それは味変わるわ。危ない危ない危ない。ギリインクがないんですけど！危ねえ。これやりたい。いけ、もう一人。くそ、登れなかった。くそ、一人倒したんだけどな。いや、ナイスさん撃ち、ナイスさん撃ち。え、やだ、無理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 、強すぎる、レーザーが。レーザーが強すぎる、味方頑張れ。ガロンも危ないぞ、これ飛んじゃおう。中に飛ぶ。はい。下がっていくの？うん、一回エリアを確保しなきゃ。はい。ナイス、二落ち。これ、カニだな。下がった？どこ行った？どこ行った？ま、いいや。そこか。これ割れない。ね、カニ残しとけばよかった。危ない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 。レーザー強すぎる。意外と強い。メディア取られないな。あー、取れちゃったか。9番ボム破裂が遅かった。くそ。で、これ、すぐね、スペシャル溜まるからいいですよね。9番投げとくと。登ってくるね。危ない。危ないから、カニ。どこだ？これ、どこ、そこ、あー、落ちちゃった。上から倒せばよかったか。引き倒した。ナイス、確保。このまま、確保していきたい。こ
構いるね、敵。ほんとね。ナイスバリアだね。グレートバリア。グレートバリア。かっこいい名前ですよね。グレートバリア。やり、あー、無理か。これさすがに無理か。ね、エイム良かったな、ディアルスイーパー。ちょっと突りすぎちゃった。飛んじゃおう。ラッキー、これ飛べた。ナイス、サンドチ。任してどうするか、もう行っちゃう前。ね、行かなくていいか。9番ボム投げてれば、マジで時間稼ぎになるし、この間にカニも溜まるし、もうサブ効率いいかもしれない。お、誰か倒した。誰か当たったぞ。当たりましたけど。味方めっちゃ前で戦ってる。ほら、もう来ない。相手戦意喪失したか。あと一回ぐらいみんなで攻めてきてもいいと思うんだけどな。ありがとうございました。なんか安定して勝てるわ。この戦い方。打開がしやすいのか。はい、マッチングしました。ヤガラ1話です。よろしくお願いします。ちょっとステージ変わりました。こっちの方が戦いづらい？エリアのさ、形がさ、正方形だよね。ヤガラって。狭いよね、こっちの方が。って考えると、9番ボムの方は、狭い方がいい気がする。大丈夫？なんかやられてる。あ、倒した。あぶね、あぶね。来そうだな、これ。当たってる、ナイス。これ撃っちゃおっか。あ、それ。無理か。いや、無理か。やりきれはしない。しゃあない、しゃあない。これエリア止めたい。ローラーやばい、ローラーやばい。危ない。ちょっと一回下がんないと。よく、いや、今よく耐えたわ。ローラーの局者当たると思ったけど大丈夫です。ぐれ。キューバ破裂しろ。よし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 。溜まるの早いでしょ？カニちゃん。はい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 。ここね。当たってるよ。どうしたよ？えいえお疲れ様です。逃げるな。ありがとう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 ジョイマンみたいになってる。いや、強いな、味方の。それ。それ。もう、吸盤投げてるだけでいい。なスペシャルが溜まる。カニ強いじゃん。カニが溜まるんよ、そう。スペシャル投げてたら。シャープマーカーの吸盤バージョンみたいな感じですね。なんかめっちゃ塗られた。来てるね。はい。あー、倒したけど後ろボムか。背中から攻撃された。これ飛んじゃう？頑張れ頑張れ、エリア取れ、エリア取れ。あ、どっちだ？そこ、それ倒した？これ？あ、倒した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 。倒したらエリア取れました。やれそう。オインクなくなってるけど、ちょっと一旦、スペシャルを貯めたい。カニちゃん。あ、いいね、味方もカニちゃん、俺もカニちゃん。ダブルカニちゃん、ダブカニ。あれ？どういうことね。散歩、お散歩カニちゃんや。ありがとうございました。なんか敵が寄りつかなくなってくるんだけど。カニと9番ボムで。圧力がすごいと思う。はい、よろしくお願いします。ヤガラ市場です。ステージが半々ぐらいでいいんじゃないでしょうか。味方のカニが、味方のカニが2匹。俺も1匹、もうカニだらけですね。相手もカニいるし。強いですからね。カニちゃん。カニちゃんを貯めるための吸盤ボムだし、エリアも取れる。なんか倒したんだけど。ラッキー。あの救いが怖いね。めっちゃ狙ってるもんね。カニを貯めときたいな。ナイス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 。気はしない。味方カニちゃんナイス。はい。いいね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 。はい。溜まったよ。
カニちゃん溜まったよ。味方のローラーがなんかめちゃくちゃ強いよ。倒して。あ、うまいね、ローラーが。やることなくなっちゃう、カニ三人衆。大丈夫か、それ。ローラー大丈夫か？あ、ローラー。カニ対カニ。カニ対カニ。カニに勝利。あ、やべ、肉だ。飛んでるぞ、飛んでるぞ。飛んでるぞ、飛んでるぞ。倒せ、倒せ。うわあれ、終わっちゃった。なんか、吸盤ボムとカニ持ってたら、圧力で相手前出てこれない。もしかしたら、ありがとうございました。これ、抑止力があるな。カニの。イェーイ。